どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ、ベータがね3枚やっと追加されまして、ダークサイドオブディメンションズワールドの武藤遊戯さんが追加されまして、これ2枚目3枚目持ってきてくれたんで、まあ、非常に磁石デッキが回るようになりました。まあこれ磁石界のエアーマンって言われてるんですけども、今まではこのベータを1体でもなんか除外されるともうなんかベルセリオン出ねえみたいになったんですけど、まあ一応ねこれで3枚サーチャーが増えたっていうのと、あとアルファアルファガンマガンマベータベータベータみたいな感じのデッキ構築ができるんで、結構磁石は安定するようになったかなと思って、で改めて磁石を作ってきました。結構楽しいですね。まあちょっとパワーが若干デッキパワーがやっぱ昔と比べるとだいぶ落ちてるなと思いますけど、まあ、それでもまあそこそこ強い、かなと思うんで、まあデュエルキングぐらいだったら別になれるかなっていうくらいの感じだと思います。で相性のいいカードいくつか多分あると思うんですけども、まあ、エネコンとか強化蘇生マグネットフィールドあたりはいつまでも入っていたかなと思うんですが、この土系部隊がね結構相性が良くて、磁石結構その横に展開ガンマとかでしたりとか、あと単純にそのデルタどかしたりとかもあるから、結構知らぬいのとかと同じような感じの使い方をしていけば結構強いんですよね。墓地に置っとくことが強いから磁石を、だから結構このカードが割と強いっていうのと、重シンクロ汎用のこれ結構強い。サイコビルダー今回入れてるんですけども、まあ、磁石だけだとちょっと若干ねパワーが少し低いかなと思ってこっち入れてるんだけども、サイコビルダーで10出せるんですよ。434とかで作れるんですけども、結構いい仕事するんですよね。DDD シップ大王エグゼクティブアレクサンダーとかいう全然磁石関係ねえモンスターが結構強かったんで、これ結構おすすめです。あとはまあちょっと墓所封印っていう遊戯で使えみたいなとこあるんですけども、ちょっとなんか別になんかいいスキルあんまねえんだよな。僕のモンスターカードなんか落ちるとかいう話もありますけどね、遊戯さん、まあ、僕まだ落ちてないんで、まあ単純にやっぱそのスキルでもやっぱりメタれないと、じゃデッキパワーが少し低いから、まあちょっと抑制力の高いスキルにして、まあそこをちょっとごまかしていくみたいな感じの使い方をします。早速ね新しい磁石デッキ回していきましょう。デュエルスタンバイ。いやーベータ3積みでけえわ。ベータ3積みでけえって言ってベータ来ねえ、ベータ全然来ねえ。ベータ3積みはでもでかい、普通にでかい。やっぱさエアーマンなわけですよベータっていうのは基本的に、まあ、効果的にはね、大体召喚成功時になんか持ってくるって、まあ、エアーマンって言われてるんですけども、まあ僕ブラックマジシャンは全然いい、ブラックマジシャンはちょっと全然良くて、ちょっと今廃止変死ちょっとねこれねちょっとね若干遅いんだよな。土球部隊ちょっとねそうなんだろうな、一瞬遅れるっていうのある。今のも一応変身シフトの土球部隊打っとくとかできたんだけど、魔導陣に打つってことできたんだけど、ちょっとこれ若干弱いんだよなそれやると。ちょっとできればここベータを蘇生したいんで、ですねこれはちょっとチェーンの順番の関係でむずいんだよな。でも結構これ今変身するっていうパターンある、でもさ対象に取られるパターンもあるからさ、全然その前にだからその対象取られてそこでエスケープして変身するっていうのがまあ電磁石だと思うんですけども、まあ一応今のがまあぶっちゃけブラック場所が分かんないけど、デルタになっとけば毒球部隊打ってもいいかもって感じだよね。ここで毒球部隊打っちゃうとそのベータの効果、ベータじゃねえや、あベータかの効果、ベータじゃないガンマか、ガンマの効果使えないからちょっとねチェーンの順番が少しむずいってのあるんだよね、毒球部隊が入っていると。まあ、デルタ合ってるんだったらもういくらでもどいてっていうことで土球打てるんだけども、それはやばい、それはさすがにこう、それはさすがにこうで特殊召喚デルタしないと間に合わないから、デルタ特殊召喚してブラックマシャン出てくる、チェーン間に合うね、これはテッチェーン間に合う。でデルタの効果発動して対象に取れられるのが何かって話だから、でも強化して強化蘇生だちょっと間に合わないか。これどっちなんだ、チェーン 1がチェーン1どっち、チェーン1どっち、でもちょっと間に合わないか、いけるわ、デルタ効果発動で土球発動か、危ないモンスターでよかった。でデルタリリース、これが魔導陣ですね、これは魔導陣使ってロット召喚してからもう追撃が出てこない、
で、こうして、オッケー、危ねえ、よかった。なんかちょっと難しいんだよね。その、磁石の戦士デッキは、ほんとチェーンの順番とか、結構ちゃんと考えないと、え、なにこれ。何このスキル。ブラックマジシャンガールを一番下に置くか。あー、はいはい、あったね、そんなスキル。そんなようなスキルあったね。なるほど、オッケー。一番下に置かれた、オッケー。バトルフェーズオッケー。バトルステップまでオッケー。バトルステップオッケー。で、バトルステップ強化蘇生発動。で、ベータ持ってきて、で、ベータ蘇生、ベータ効果、ベータ効果アルファ。オッケー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 。いいんじゃないかな。あの伏せカードがちょっと何か分かんないけど、まあ別に全然いいかな。で、バトルステップまで。自分バトルステップいいですか。で、電磁石のベータ効果で、デルタ持ってきて、で、これは別にやられてもやらなくてもどっちもいい。オッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、いい感じ。で、トロガド、マグネットフィールド強い、マグネットフィールドは強い。エレクトロマグネットウォーリアーアルファを召喚、アルファの効果を発動。アルファの効果多分ナビゲートなんじゃねえかな、あれ多分ナビゲートだと思う。ブラフってことは多分ないと思う、ずっと光ってるから多分ナビゲート。あー、ナビゲートオッケー、ナビゲートは全然オッケー。いいのかな、そんなところで使っちゃって、そんなところで使っちゃっていいのかな。さあ、ブラックマジシャンは処することは容易、ブラックマジシャンを処することは非常に容易マグネットフィールド強いな、マグネットフィールドシンプルに来た、かっこいい。この盤面、この盤面かっこいい、めっちゃかっこいい。あ、で、ロッドの効果使わず、なるほど。なるほど、なるほど。こうですね。で、マグネットフィールド発動。で、マグネットフィールドの効果。で、フィールドに岩石族がいる場合、墓地の岩石族を特殊召喚できる。マグネットウォーリアー、デルタを特殊召喚。で、デルタの効果を発動。デルタの効果によって、エレクトロマグネットウォーリアー、なんでもいいや。ベータでいいか。で、送っていく。そして、サイコビルダーを特殊召喚。これ選択肢死ぬほどあるな、選択肢が死ぬほどある、何でもできんな。ブラックローズしなくても別にベルセリオンで破壊できるから、めっちゃあるしな、めっちゃあるんだよな。これアレクサンダーでいいだろ、これさ結構アレクサンダー出るんだよな、アレクサンダー強くない、これあの3-4-3でいけるんですけど、アレクサンダーってこれ要は墓地にエレクトロマグネットウォーリアを送ることもできるし、で3000で再開ルートだったらできるから結構いろんなモンスター破壊できるっていう。パパーンで墓地のアルファベータガンマをゲームに勝ちます。マグネットウォーリア、マグネットベルセリオンを特殊召喚、そしてマグネットベルセリオンの効果を発動、墓地の岩石モンスターを除外しヒートのカードを破壊していく。この効果にターン制限はついていない、おらおっしゃおらこの盤面強よ、この盤面強よ。対戦ありがとうございました。いいね、ユーギさん、なんかさ、ユーギさんいいですね。まあ、スキル掘りみんなしてるんでしょうね、ユーギさんのユーギさんのスキル癖強すぎるってなりますよねユーギさんのスキル癖がすごいっていうね、癖しかないっていう、多分なんか千鳥もびっくりの癖が、うわ旋風だる、旋風だる強、無理やんけそんな、勝てるわけないよ。 あ意外と3かなか、あれこれ事故ってるか、これもしかしてこれ事故ってなさては、いやまだいける、4ないかあったらいける、4なかったら全然いける。ピナーがオッケー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 、事故ってろ事故ってろ事故ってろ、4なし4なし4なし4のモンスターなし、頼む4のモンスターあったらだって召喚してるでしょ、多分さすがにこれ初手からゲイロッケー、あー全然いい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 、4やめて、えクリス松村ないでしょさすがに、あったら召喚してるよね、ちょマジで4やめて、ほんとブラストとかさあクリス松村とか出てきたら怒るよさすがに、だよねだよね、オッケー。マンハッタンは、5になるから、5、3で、これ8しか出ない。オッケー大丈夫
大丈夫、レベル確保とか覚えないからあいつ。オッケー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 、了解。あーオッケー、全然いい。ブラックフェイザードラゴン全然いい、全然いい、全然いい。オッケー、もう伏せなし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 、よーし、オッケーオッケー、全然もうそれはもう全く問題ない、全く問題ない。でバトルチェック終了時エンドフェーズでいい。これ強化蘇生発動してベーターで、ベーター特殊効果、アルファ持ってきて、でベータ効果、デルタ特殊感で、デルタ特殊化成功時効果、いらんやつガンマ、ガンマですね、ガンマ墓地を来る。でこれ全部揃った、あとは召喚するだけ。ドロー、マグネットフィードきた、ナイス。エレクトロマグネットウォーリアーアルファを召喚、アルファの効果は発動、アルファの効果によってマグネットベルセリオンを手段変える。そしてサイコビルダーを特殊召喚レベル、これまたアレクサンダー、アレクサンダーガチ強いな、これこれアレクマジ強いんだけど、これマジ強い、これアレクサンダー系なんか新しい、急に出てくる DDD、 急に出てくる DDD で、サイコビールダーの効果発動、結構 バチクソ強え、やばいこれ。でベルゼルンだもん、これ強っ。結果マジアレクサンダー系、磁石のデッキ、磁石デッキイコールアレクサンダー系。はい、でバッそうしいや、はいはい、対戦ありがとうございました。急に出てくる DDD 強え。さあお相手の方、勇気10代、20代さん、いいね、20代さんイケメンだわ相変わらず。顔面偏差値さ、でも遊戯王顔面偏差値ランキングした場合ってさ、結構まず1位じゃない、20代、俺1位やと思うわ20代が。皆さんはどう思いますか、結構20代ってさ、まあでもまあ、どうか分かんないけど、多分でもトップ3には入るかなって感じだよね。まあ1位が多分、まあ、ゴースト小鈴鹿で、で、2位が迷宮兄弟だから、まあ、3位か実質20代君は。そうだね、まあ、3本の指難しい、うわでもそっちはきつい、それはきついな。ドキュー指体使っちゃっていいか、使っちゃっていいや、ねえこれを編集していいや。ちょっとねこういう時にチェーンが間に合わないっていう問題があるんで、あのデルタに なれるやつはなってもいいかもね。なんかそのドローフェイズでもう打っちゃってもいい説もある、ワンチャン。ちょむずい、これは結構むずい。エスケープに使えるけど、まあ、打っちゃってもいいかもな。なんか1体2体いるんだったら1体変身しといて、ドキューすぐできるようにしとくっていうのはありかも。はいはいはい、で今でも守護者 OK、全然いい全然いい。まあ一応何回も効果は使えるんで、ベルセリオンがね、だから全然大丈夫多分。ネオスフュージョン OK、 いいよ、 OK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 、 強化蘇生もあるから全然よくて、いやなんだかんだ多分ね、そのこのターンで削り切らなければ多分返せんで、全然全然返せる。 OK、 いいいいいい、ベルセリオンがとにかく強いんで、フェイバリットヒーローは大丈夫、フェイバリットヒーローもフェイバリットを破壊すればいいから大丈夫で、ヒートハート、ヒートハートやばくねヒートハートやばいなヒートハートやばくね、ちょっとフェイバリットヒーロー、ヒートハートやばくない、クローザーフォレストやばい顔した、これはフィールド魔法の方が無効になるやつですね、圧倒的に。バッテリー、あのヒートハートやばいぞやばいぞ、あこれやばいかもしれない、待って、まあ効果発動するわ、効果発動する、えこれ待って、あれあれこれ俺やった、これやっちゃった、これやっちゃってる、これやっちまったなってやつ、これやってんな、これやってんな、これ、あいったいったいった、うーわー最悪や、やったわこれ。いやヒートハートとかも卑怯やん、それはせっこいだろこれ、
なんでヒートハートとかズルだろこれ。卑怯者が。何が貫通じゃんバカタレが。いったー。くっそ。くっそ。ヒートハートさえなければ。ずるいだろこのカード。卑怯者が。